15世紀の西欧の服飾では、15世紀のフランスを中心とする西ヨーロッパ地域の服装を扱う。ユンガー・シュ,ュツァー15世紀前半は、代表的な中世の衣装である、ゴシック様式のファッションが完成した時期である。ゴシック様式の衣類は、はっきりとした色使い、奇抜な装飾、誇張された体型を特徴としていた。男性は盛り上がった胸と広い肩を作り上げるため、 キルティングのプールポアの胸や袖付けに厚く綿を入れて逆三角形のシルエットを作っていた。また、下半身全体を覆うようになったホーズによって引き締まった足を男性の魅力と考える傾向が生まれる一方、女性が足をあらわにすることを冒頭的な行為として危険視した。女性は長いスカートと角型の帽子によってに等辺三角形のシルエットを作り、ウエスト位置は 胸のすぐ下まで上がっていた。当時の女性は、横から見てしなやかな s 字のラインを描くスタイルを理想とし、左右に離れた小ぶりの乳房に、胃のあたりから丸くふっくらした腹といった要素が、当時の美女に共通する要素だった。一方、14世紀後半に大きく力を増した商人階級は、より活発な商業活動を行うために、製品の増産を求めていた。それまで、 製品は個々の工房や修道院で細々と作られていたが労働力と設備を一箇所に集めることで大量に品質の安定した製品を供給できる仕組みが作り上げられた。これが工場製紙工業の芽生えである。1446年にはルイ11世がリヨンに王立工場を設立する。後年のフランス王室がファッション産業によって富を蓄えるようになるのは これら王立工場の技術とセンスに支えられていた。また、特に多くの裕福な大商人を抱えるフィレンツェでは都市への富の集中と商人の勢力の拡大によって、封建領主やその庇護を受ける教会による干渉を離れた人間財産、古典文芸の復興という風潮が盛り上がっていく。西ヨーロッパの封建領主が度重なる戦争によって疲弊していく中、イタリアは、 ファッションの中心地として発展する。この時代、中性的な建築物を思わせる大業な衣服が流行すると同時に、イタリアから始まるルネッサンスの流れで生まれた、開放的で軽快な衣服が流行し始めている。農民は15世紀を通して、ゴネルという膝丈程度のチュニックの腰を紐で締め、ブラカエというダブダブの長いブレーに、ホーズ、革の単靴というファッションで、 中世初期と大きく変わらない服装であった。街に住む人々のうち、老人は前世紀によく着られていたペリソンという膝上丈の比較的緩やかな上着をそのまま着ていた。老人の他にも法律家や学者、文筆家、医師など意義を重んじる職種の人たちは竹の長い衣服を好み、シャウベという床に引きずるほど長いローブを好んだ。若い市民は、 腰丈の体にぴったりしたジポンやプールポアンを身に着けていた。ジポンとプールポアンは横開きと前開きという以外に大きな違いはないが、ジポンは15世紀前半にはほとんど着られなくなっていた。プールポアンの上から毛皮で広い襟をつけたごく短いガウンを着ることも多かった。流行のプールポアンには胸や肩にパッドが入っており、ぴったりしたホーズに包まれた。 引き締まった足とたくましい上半身で対象をなそうとした。プールポアントホーズはエギュイエットというリボンで結ばれており、このリボンは若者がオシャレの一環として大変気を使って選んだもので、断層の騎士ジャンヌダルクの華やかなホーズは20本ものリボンで結ばれていた。マントの類は腰まで届かないほど短かった。靴は15世紀にわたって流行したプーレーヌという、先の 長細く伸びたものを好んだ。この靴で外出するときはトリッペンという下脇きを履いた。帽子は前世紀に人気があったカウルがやや下火になり、幅広の帽子に上にターバンのようにセンダルリボンという絹帯体を巻くことが流行した。フランス内乱の際にはブルゴーニュ派は右側、アルマニャック派は左側に結び余りを垂らし、いずれにも属さないものは頭の上にまとめた。 L インストラクション D ウン・ジュング・プリンス14世紀末から登場したウプランドは豪商たちにも好まれた。袖はタイトな長袖やヒラヒラとしたロート型、下に大きく膨らんだ袋型、節くれだったようなコン型など様々なものが着られていた。袖や裾にホタテ型や波型、稲妻型、城壁型などに切り込みを入れるダッキングが流行していた。 15世紀中頃には有力な市民の若い子族たちは、市松模様や、鱗模様、水玉模様、渦巻模様、島模様とありと、あらゆる色と模様の衣装を着たと記録されている。彼ら若いシャレ者たちは、イタリアの軽快なファッションをすぐに取り入れ、デコルテを深くくったり、大きく開いた、V ネックといった、イタリア風の衣装を喜んで取り入れた。大きく開いた襟焼きは、 紐で装飾的に締められ、やはり大きく首回りが開いた刺繍をふんだんに施したシュミーズを覗かせていた。袖もイタリアの伊達男を真似て途中で切り込みを入れて下着を覗かせたり肩や肘のあたりで完全に切り離してしまって紐で綴り合わせる凝った袖を好んだ。裕福な上流階級だけの特権的な被り物だったビーバー棒ーは広く用いられるようになっていた。 イタリアで流行していた白や赤のダチョウのオハを飾った帽子は非常に人気が高く、いつでも品薄であった。15世紀前半にはお椀を伏せたような髪型で、耳の下とうなじを刈り込んでいるため、カツラを被ったように見える髪型が流行していた。15世紀中頃からは自然な長髪が流行し、樹脂で髪をスタイリングしてから卵白で髪型を固定した。 特に見た目に気を使う若者は小手を当てて、巻き毛にするだけでなく、リボンや飾り帯を紙に飾った。15世紀の初め、ドイツでは、ハンガリー人の衣装を真似て、服のあちこちに鈴をつけることが流行していた。ドイツ周辺の国にも流行は伝播し、金属製のザクロ型の鈴を頭巾、靴、マント、ベルトなどに吊るしたが、フランス人にとっては鈴を鳴らして歩く姿が滑稽に、 見えたのか、ドイツから西にはほとんど広まらなかった。この流行は1460年頃に下火になるまで、続き、以降も同景子の衣装に痕跡が残った。一方フランスは、イングランドとの長い戦争で疲弊し、豊かで平穏なブルゴーニュ地方が、ファッションの中心地になっていた。ウプランドは、膝上だけまで、短くなり、毛皮の襟をつけて、V ネックに仕立てるなどより、 開放的なデザインが主流になった。衣装はぴったりとしていたので、ベルトは必要なくなり、角笛の帯と呼ばれる肩から斜めにかける飾り帯をつけるようになった。この頃勲章を身につけることが大流行していたので、角笛の帯は勲章を飾るのにちょうど良い場所を提供した。ブルゴーニュの宮廷で最も改まった色は黒とされ、 新しい技術であでやかに染められるようになった黒い服に真珠などを飾った落ち着いたファッションが流行した。衣装はそれまでは代々的な儀式などの時に着られたようなふんだんな刺繍と宝石を飾った豪奢な絹織物をちょっとした外交行事などにも着て歩くようになった。ブルゴーニュの贅沢な流行として肩にかけた薄着布の先に飾り用の宝石をふんだんに 飾り立てた帽子を縫い付けていた。この時代から体のラインをはっきりと出す服装が主流となった。農民の女性の衣装であったコルセという前を紐締めして着付ける衣装が比較的豊かな階級にも好んで着られるようになった。また、現在のボディスに当たる腰までを覆う袖なしの衣装が上流階級に好んで着られた。フランスでは ボディスにゲ骨を入れて腰を締め上げる。現在残るセットの直接の先祖にあたる同意が登場している。トレリッチーズ・ルジュ、ドゥック・デ・ベリーより多くの農民はコットを重ねて着る前時代からのシンプルな服装に髪をズキンやスカーフで覆っていた。腰に鍵束や財布などを吊るし、足には革か布で作って木などで底をつけた靴を履いていた。ベリー,ーの糸も豪華なる。 自当書にはフランスの農民の娘が前を紐締めして腰をほっそりとさせた青いワンピースを白い下着の上に着ている姿が描かれている。この前を紐締めする衣装はコルセと呼ばれ、当初は農民の娘の衣装だったが、15世紀中頃までには比較的豊かな階層の娘も着た。15世紀に作られた聖女像にはコルセオスカートを ゆったりと広げて豪華な生地で仕立てた衣装を着ているものがある。これらの正常像は当時の比較的裕福な若い女性の服飾を参考にしたと思われ、髪は三つ編みにして頭の両側でまとめているもの、緩やかに後ろで言ったものなどが見られる。後頭部が大きく張り出した頭巾も流行しているが、より優雅とされたのはやはり14世紀末から登場した絵南であった。 15世紀に入ってからは、帽子全体をベールが覆っている。靴は流行のプーレーヌであった。15世紀の前半は、豪華な生地で仕立てたコットや、コルセなどが着られていた。髪は、麻などの薄く、張りのある生地を枠に貼って形作った、様々な被り物を被っていた。15世紀中頃からは、イタリアモードの影響を受けて、襟りを深く開けたウプランドを着ることが主流となる。 台形に開けたものが多かった15世紀の終わりが近づくと深い V ネックが多くなるようである。ウエスト1は胸下までのかなりのハイウエストとなり、スカートにはかなり長い引き裾がついた。当時のおしゃれ着であったカえソでは、一般市民の女性は一つ持つのが普通であったが、裕福な市民の場合は5つも6つも所有することがあった。袖のために破産状態となるものもいたという。 15世紀の早い時期には、入れ毛を加えて髪を、米髪あたりで角型に入い、上からベールのような被り物を被る髪型が人気であった。顔の周りにフリルをつけた頭巾を被ることも、流行したが、15世紀後半には、老婆の習俗となった。時代が下ると、髪を後ろで引き詰めて、額の位置を広く取るスタイルが流行している。こうした、ヘッドドレスに使うベールなどを飾るために、 ホワイトワークといって、白糸を使った刺繍や生地に開けた穴をかがる技術が、イタリアから導入された。早い時期には、前世紀に引き続きコタルリが切られたが、極端なハイウエストになった、豪華なウプランドが、主に流行した。引き裾は、蔵に横座りになっている乗馬姿の絵画でさえも、地面のすぐ上まで垂れているほど長い。また、キプジンのみが身につける衣装として、 アーミンの毛皮で作った袖なしで腰丈の上着が登場している。これはシュールコートゥーベールと共に清掃において用いられた。ありがとうございます。